東院横浜大学は神奈川県横浜市青葉区黒金町1614に本部を置く日本の私立大学である。1988年に設置された。大学の略称は東院大、東院横浜大。大学の前身は東院学園工業高等専門学校である。大学設立当初は工学部のみだったが、現在では法学部、医療工学部、 スポーツ健康政策学部がある。法学部は公務員、法律専門職、警察官や消防官、企業ビジネス関連、一部の教職関連の免許上、資格を、医療工学部は医療職の臨床工学技師や臨床検査技師などの資格を、スポーツ健康政策学部は一部の教職関連や、スポーツ関連の免許上、資格を目指すことができる。 社会連帯を基調とした義務を実行する自由人たれ、学問に徹し、休学の精神の持ち主たれ、道義の精神を高揚し、誇りがき人格者たれ、国を愛し、民族を愛する国民たれ、自然を愛し、平和を愛する国際人たれ、すべてのことに誠を尽くそう最後までやり抜く、強い意志を養おう上記の精神を具体化したこの充実。 実務課要請、開かれた大学、国際交流の4つの柱を特色とし、一人一人の専門性を高めることを大きな目標に掲げている。2017年度時点で、大学、大学院にある学部、学科。大学、大学院創立時にあった、学部学科工学部1999年時にあった、学部学科工学部改装時にあった、学部学科。 工学部2005年時にあった学部学科工学部開祖、医療工学部開設時にあった学部学科。工学部は2010年4月学習募集停止。工学部医療工学部メモリアルアカデミウム産卵祭と称し、学生による飲食販売の模擬店が残されている。毎年9月末の土日に行われている。国内国外国際、学術交流東京抵抗。 ありがとうございます。